えー、高卒22歳、現在介護職、特、えっ、ー、と、特用で2年間働いて年収360万ほどです。えー、ラーメン屋に転職したいのですが、コロナ禍なので転職に踏み切れずにいます。将来的にラーメン屋で生涯働きたいと考えてるのですが、ラーメン屋飲食店への転職のタイミングがいつ頃が良いんでしょうか。うんこ戦機のメンテナンス、体力的にきついです。ちなみにコーナワクチンについましてはとっても腕が痛かったです。またあの、まずゴーストレストランやってみてください。 あの知り合いの飲食店とかで多分そんなにもう店開けてないっていうところがあると思うのでそこでその台所だけ貸してもらってそのオンラインのデリバリーのオンラインデリバリー専用のラーメン屋としてやってみてください。 今日はそのなんかあの自分のオリジナルのレシピっていうのをまず家で作ってでまあこれおいしいよねっていうラーメンを作った上でじゃあこれをそのラーメン屋としてデリバリーやりたいんでそのお店貸してくださいっていうのでなのであの店を開くとかラーメン屋を手伝うとかじゃなくてもうラーメン屋として独り立ちして食っていきたいのであれば自分のレシピっていうのを最初から作るっていうのに時間をかけるといいんじゃないかなと思います。